が代表戦でけら、リバプールファン姫。アフリカネーションズカップは18日にグループ B 第2節が行われ、エジプトはガーナと対戦した。立ち上がりからボールを保持するエジプトだが、シュートに持ち込むシーンをなかなか作れない。すると前半終了間際、サラーがプレー続行不可能に。自力でピッチを下がったが、早い時間にエースを失うことになる。エジプトは開幕から2試合連続のドローに。2試合を終えて勝ち点2で2位につけているものの、モザンビーク対カーボベルデの結果次第では3位に転落する。決勝トーナメント進出へ向け、最終節の勝利が重要となった。サラー、大丈夫なのか？ええ。サラー、もうええて。補強した方がええんちゃう。リバプール。やばいな。ガチできつい。もう怪我人増えるのはいいって。マジで代表戦で怪我するの本当にやめてくれ。サラー軽傷だといいけど。残念。リーブに影響ないといいけど。サラー怪我はきつい。というか、サラーって怪我するのか。ハムなら、ひとまずもうアフコンは無理よな。ハム痛めたサラーを初めて見た。祖母と同じような軽傷であってくれ。でまですね。エジプト人は怪我などしないので。軽傷だといいが、